どうも皆さんこんにちは、ウイスキー専門店の小川店長です。どうも、今日はですね、毎月恒例の企画で6月に購入したウイスキーを紹介していくよっていうコーナーでございますね。はい、6月はなんかそこそこ買ったような気がしますね。はい、まあ、そんなわけで早速ね、ざっくり紹介していきましょう。まず最初はですね、僕の6月にストック開放で出した、ウイスキーですね。まず1本目ですね、こちらですね。シルバーシールのアードベック1992-12年ですね。はい、シルバーシールのアードベックです。皆さんシルバーシールね、ご存知ですかね。イタリアのね、セスタンテっていうボトラがあったんですけれども、まあ、そこの流れを組むボトラになってまして、まあ、ほとんどがね、イタリア国内で、ね、回っちゃうボトラなんで、結構ね、幻のボトラーズが呼ばれてたりするんですけど、まあ、シルバーシールってね、マジでうまいんですよ。結構伝説的なボトラの一つですよね。まあ、特にやっぱシルバーシールのアードベックっていうのは、評価もね、高い、ボトルになりますよね。このシルバーシールのアードベック、結構すごいボトルなんでね。はい、凄まじくうまいですね。そう、で、こちらですね、ほんともう紅茶みたいなね、味わいがするんですよ。もうほんとに高い紅茶の味がします。超高い高級な紅茶の味がするアードベックですね。これ飲まれた方が、もう今まで飲んだアドベックの中でも一番うまいって言ってる方も、いらっしゃいましたね。それぐらいやっぱめちゃくちゃうまいですよ。このアドベックはさすがに最強です。はい。結構僕の持ってるストックの中のアドベックでも、これはかなり、素晴らしい一本なんですよね。だからぜひね、アドベック好きな人は、ね、ぜひ飲んでみてください。ビビると思いますね。これのうまさに。まあ、ヴィンテージ自体もね、グッドヴィンテージなんでね、あれなんですけど、まあ、チェルシーリーダルですね。まあもう、これの説明をね、しようと思うと、動画1時間くらいかかるんで、もう飛ばします。はい。まあ、詳しくは飲んだらわかります。はい。じゃあ次ですね。こちら、アードボックですね。はい、こちら、2013年にリリースされた、アードベックデアの、ボトルですね。はい、じゃあ、バーボンダルと、マンスニージャーかな。そう、マンスニージャーですね。マンスニージャーのタル。で、寝かせた10年熟成のアードベックですね。発売した当時はね、なんか結構、いいアードベックのリリースが結構多かったので、時代的にも。なんかそんなにパッとしなかったんですけど、今10年以上の時を経て、めちゃくちゃうまいですね。かなりねフルボディなアードベックなんですよ。今のねアードベックまあ、いいんですけど、やっぱ限定品とかさ、よくさアードベックデーのやつがもう何でもいいんですけど、ちょっと軽すぎちゃうというか、重厚さがあまりないんですよね。なんかわかりますか？そう、なんかね、ちょっとこう物足りないところもあったりするんですけれどもね。やっぱね、この当時のやつはやっぱもうボディもしっかりしててね、うまいですね。当時はそこまで、ビビッとこなかったのが、今だって飲むとものすごくドハマりするみたいなものでしたね。はい。俺もやっぱうまいんでね、ぜひ飲んでみてください。じゃあ次が、ですね、ザ・モルタマンのノックデューですね、の10年になっております。2013年のヴィンテージですね。まあ、こちらですね。まあ、ノックデューといえばもうシェリーダルがうまいのはもう確定なんですけど、まあ、これスーパーシェリーダルですね。昔のなんかモルトマンにあったシェリー感を彷彿させるような、かなり濃いシェリーな、ノックデューになってますね。実際10年なんですけど、全然きつくないですし、本当に完成度高いボトルだと思います。完成度も高いし、コストパフォーマンスもいい。めちゃくちゃいいボトルだなと思いますね。このノックデューは、結構人気ですよね。やっぱ、誰が飲んでもうまいって言うと思います、これは。ロックにしてもうまいですね、こういうのは。これはですね、いいボトルです。はい、じゃあ次。次、またアードベックですね。キングスワリーのノックベック2018の、4年ですね。去年出てた2017の4年に引き続き、今年は2018の4年のアードベックになってますね。もうゴリゴリにスモーキーなアードベックですね。まあ去年出てたやつに比べると、こっちの方がまだ香りは落ち着いてるかなっていう感じはするんですけれども、まあ、バチバチですね。ほんと、ゴリゴリなやつが飲みたい方は、ぜひっていう感じのやつですね。ラフルイグ、カーディス、カスクフェイバリット10年ですね。こちらですね、アイラフェス、今年のね、アイラフェスの、2024年の今年のアイラフェスの、限定ボトルです。フェスボトルですね。がカーディスになってます。今年のはですね、なんか、トリプルウッド ×PX チェリーっていうね、すくうわけわかんない、スペックにはなってるんですけども。まあ、全体的にもやっぱり、ペドロ・ヒメネスのチェリーの影響っていうのは結構強く出てますね。で、あとかなりフルボディな、タル感。まあ、ラフルエグ自体がね、結構ボディ厚めなんですけど、タル自体のね、厚みっていうのがすごいね、これはドシッとしてるボトルなので、なちょっとこう、冬向けっぽいボトルかもしれないんですけど、すごいうまいですね。正直、毎年ね、アイラフェスやってるじゃないですか。なんだかんだね、いつも安定してうまいのはラフルエグですよ。
いや、ほんとね、アドウィックに失礼な話かもしれないんですけど、あの、ほんとね、ライダフェスボトルで毎年安定してうめえのはやっぱラフですね。はい。まあ、他の料理とか結構ね、変わり種とかちょくちょくあったりとかもしますし。まあ、やっぱラフルーグはなんだかんだライダフェスの時期はいつも期待してますし、まあ、なんか絶対買ってますよね。やっぱうまいですよ。これでは次ですね。次もフェスボトルですね。これですね、ブナハーブンの、こちらですね、14年の、アイラフェスボトルになってますね。の2024年のやつになってます。こちらですね、ルビーポートカスクフィニッシュのブナハーブンになってます。で、こちらノンピートです。ノンピートのブナハーブンの14年熟成の、ポートダルフィニッシュになってますね。で、これ最後の3年間がポートダルみたいですね。これね、結構気になってたんですよ。その、まあ、公表された時に、情報がね。あの、結構ね、一番気になってたのはこいつだったんですよ。ほう、みたいな。ブナハーブン、ポートですか?みたいな。で、まあ、買ってみたんですけど、あー、めちゃくちゃうまかったですね。これね、結構、あの、大当たり引いたなっていう感じの、めちゃくちゃうまいボトルでしたね。あの、ノンピートのブナハーブン、やっぱりね、すごいボディ厚いんですよ。先質すごい重いんですけど、ポートもしっかり、あの、ゴリッと効いて、超ベリー系の香りがね、楽しめますね。もうベリー、めっちゃベリー強いからの飲むとね、しっかりとこう、麦芽の甘さと重さがね、伝わるっていう、素晴らしいボトルですね。これは本当誰が飲んでも気に入るんじゃないかなと思いますし、なんか葉巻とかと合わせてもすごくいいボトルだったりします。次は、あ、これはですね、あの、ラフのついでに、あれですね、買ったやつ。ラフルグの10年のシェリーオークフィニッシュですね。まあこれはそんな珍しいもんじゃないんで。はい。で、次ですね、こちら。ヒドゥンスピリッツの、アードモア2013-10年ですね。まあイタリアのボトラーズのヒドゥンスピリッツの10周年記念ボトルになっておりますのアードモアですね。ほんとね、まあ若いアードモアね、結構バチバチなのがすごく多いんですけど、まあこれもガッツリピード強いんですけれども、結構ね、柑橘類とか蜂蜜感っていう甘さ、フルーツ感が、ね、すごいしっかり出てるんで、全体的にすごくバランスが良くて飲みやすい、アードモアになってますね。全体的には結構スッキリとしたライトな、テイストなので、結構夏のね、この暑い時期とかに飲む、としてはものすごくいい、ボトルですね。これは、近年のアドモアの中でも、ものすごく僕は気に入ったボトルでしたね。はい、じゃあ最後です。最後はね、もう、バケモンですね。はい。こちらですね。アードベックのオフィシャルシングルカスクですね。カスクナンバー2518です。2010-13年のアードベックになっております。はい、こちらですね。まあ、知ってる方も多いと思いますけれども、すごく高いアードベックでございますね。まあ、毎年出るやつの、あれでございますけれども、今回はですね、13年熟成で、全期間ファーストフィルのオロシリだけで寝かせてるものになってます。あのね、めちゃうまいっすね。正直、ここ数年のシングルカスクの中でも、僕これめちゃくちゃうまいと、一番うまいと思いますね。まあ、アドベックの、もちろんね、限定品とかも含めても、ちょっとね、圧倒的にこいついいっすね。ここは数年で出たアドベックの中で言っても、圧倒的に良かったなと思いますし、オフィシャルシングルカスクの中でも、結構いいね、ボトルでしたね。はい、まあ、僕が結構、シェリーダル×アドベックがすごい好きっていうのもあるんで、ですけど、そういうね、個人的なね、忖度みたいなのはあるんですけど、うまいんですよね。いや、本当にね、シェリーもすごい綺麗に効いてるっていうか、重いんですよね。かなりシェリーしっかり効いてるんで。だって、ファーストフィルのオロロソだけで13年ですからね。聞く人が聞いたら、ウェーってなるようなアドベックなわけでございますよ。もう期待以上の味わいでしたね。まあ、しかもこれ時間をかけて飲めば飲むほど、一杯をゆっくり飲めば飲むほど、どんどん味が変化していきますね。やっぱりどんどん変化も楽しめる。すごくね、複雑味のあるボトルなのでね。これはね、マジでアドベックね、好きな人はね、一回は飲んでみるべきボトルかなと思います。まあ、シルバシールもそうですけどね。まあ、時代が違うんでね、これはね。シルバシールのボトルはもうオールドボトルなんでね。はい、あれでございます。もうこれ20年前のボトルですかね。なんで、まあ、時代がね、違うんで、ヴィンテージも全然違うんでね、比べるもんじゃないんですけれども。まあ、アドベック好きな人はね、まあ、どっちも飲んでみてもいいんじゃないかなと思いますけれども。まあ、いいですね。はい。まあ、ウイスキー好きはぜひちょっと飲んでみてほしいのかなと思いますかね。はい。じゃあ、そんなわけでして、以上ですね。1、2、3、4、5、6、7、8、9本ですね。買いましたね。はい。1本高いですね。まあ、2本はでもあれか。僕のストックだから買ってないから。まあ、7本か買ったのは。こいつだけすげえ高いですからね。まあ、そんなわけでしてね。はい。まあ、6月は以上ということでしてね。はい。
まあ、ぜひね、気になるのあったら、飲みに来てくださいということで。はい。本日動画は以上になります。ではですね、まあ、下の概要欄の方に、いろいろと載ってますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。で、あとね、チャンネル登録とか、いろいろよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。